すごいね。うわ、全国。やっぱりすげえな。橋場賞取ったんだな。マジか、あいつやっぱすげえな。橋場くん、私も小さい頃から絵を描けば褒められたけど、残念ながら橋場君ほど特別ではない。嫌われてるわけじゃないけど、あの女の子特有の感じは苦手で、私は一人の方が心地いい。そんな毎日を淡々とこなすだけの私に、特別な感情を与えてくれた人が、肉まんください。あ、いつもありがとうございます。肉まん。吉沢くん、最近やっと彼の顔をまともに見られるようになった。私が知っているのは彼の名前と東高の人ってことだけ。です。119円でございます。120円お預かりします。私と吉沢くんは客と店員、ただそれだけの関係。1円のお釣りです。ありがとうございました。あー、吉沢くんタイム終了。学校に行き、コンビニに寄って塾へ。それが私の日常。ずっと親の言う通りに生きてきた。今は家の病院を継ぐためにただ勉強していた。ただいま。おかえり。塾どうだった？はかどってる？うん、まあ。今年はゆきちゃんの受験のこともあるから、新年の初釜はしないでおこうと思って。いいよ、お師匠様やお弟子さんたちにも迷惑でしょ。だってママにとって一番大切なのはゆきだから。うん、親の期待に応えたいけど、一生カゴの中の鳥でいいのかなって思うこともある。橋場、受賞おめでとう。よかったな。どうも。もっと喜べよ橋場。
色が。オレンジとピンクじゃない。ここで見ないんだ。ここで見る。ここ。描きたいって強く思うと見えるよ、本当の姿が。やっぱり芸大に行く人は違うね。芸大？僕は経営学部志望だよ。どうしてそんなにうまいのに。画家は一番なりたくない職業かな。一流の大手企業に就職して、絵は老後の趣味。ちゃんと考えてるんだね、将来のこと。一条は絵好きだよな。私は答えられなかった。橋場君のように仕事もやりたいこともはっきりしていない。私、何がやりたいんだろう。塾の前に吉沢君がいるコンビニに寄る。その時だけが私らしい、私な気がする。あの、お、今日も肉まん？はい、はい、あ、ごめん、今日ちょっと肉まん切らしてて。俺のおすすめスパゲッティマンなんてどう？うえ、そんなまずそうなもん。俺さっき食ってうまかったんだって。嘘つけよお前。おい、あんた無理して買うことねえかんの？いやいや、マジでうまいから。吉沢さんがそう言うなら買います。マジ？はい、ありがとう。あれ、俺の名前知ってたっけ？ネームプレートで。あ、そっか。あ、じゃあ京介って呼んでよ。うん。で、あいつが春。え？あ、ゆきです。ゆきちゃんか。はい。よし、俺たちスパゲッティマン仲間ね。ばっかじゃねえの。はあ、ゆかもその一人。おう、ゆか。スパゲッティマン美味しいよね。めっちゃうまいだろ。きょうちゃんのおすすめだから食べたよ。ありがとう。あ、きょうちゃんのお友達。あ、お得意様。いつも肉まん買ってくれるゆきちゃん。あ、ゆきちゃん、はじめまして。ゆかです。きょうちゃんの彼女です。え、その制服って西子？頭いいんだね。すごい。ねえ、20日のダブルデート銀ちゃんなんて言ってた？あいつね、めっちゃカラオケ行きたがって。カラオケ、うん、いいよ、ゆかも好きだし。行こう。じゃあみんなに言っとく。私塾あるんで帰ります。おう。あ、ちょっと待って。はい、スパゲッティマン。はい、120円お預かりし、あ、え、あ、彼女がいて当たり前だ。私なんて彼女になんかなれない。そんなの分かっていたのに。ユキ。はい。ぽっつり忘れてる。すいません、ありがとうございます。あいつユカと付き合い始めたの最近なんだ。可愛いですよね、ゆかちゃん。俺知ってるよ。あんた京介のことをずっと前から見てただろ。お前の気持ち分かるんだ。
俺もそうだから。話しかけたこともないのに好きだなんておかしいよな。でもあんたすごいよ、自分から京介に話しかけるなんて。あれはなんていうか、俺はそんな勇気ねえし。ハルくんなら絶対大丈夫だよ。俺はまだダメだ、なんもねえからあいつを守ってやれない。つうか俺の話はいいんだって。京介のこと本当に好きなら諦めなくていいんじゃねえの。あ、ほら、何かあったら連絡、携帯出して。あ、京介って呼んでよ。ゆかちゃんが来るまでのたったの10秒か。かわいい髪型、ピンクのチーク、長いまつげ。俺はまだダメだ、なんもねえからあいつを守ってやれない。よし、私も頑張ろう。よし、バイバイ。ありがとうございました。あ、いらっしゃいませ。え、ゆきちゃん大丈夫？どうしたの？え？ゆきちゃん、そのメイクどうしたの？もしかしたら可愛いと思ってくれるかもしれないなんて期待して、私バカみたいだ。どうして何をやってもうまくいかないんだろう。あ、星葉くん。
橋場くん、筆落としたよ。お邪魔します。芝君、芝君、一条、橋場君、あ、これ落としてたよ。あ、ありがとう。ちょうどよかった。うん、勝手に上がってまずいんじゃないの？問題ないよ、僕の家だから。え？こっち。ずっと宇宙を描いてみたかったんだ。無限に広がる空間、この壁じゃ足りないくらいの。これオリオン座だよね。うん、橋場くんの作品の中で一番好きかも。どうして画家になりたくないの？自分の作品は誰にも渡したくないんだ。なんで？もったいない。欲しい人いっぱいいると思う。僕は一生描き続けるために働くんだ。私も橋場くんみたいな夢が欲しいな。私には何の才能もないから。僕は一条の絵好きだよ。でも私の絵なんて橋場くんに比べたら優しいんだよ、眼差しが。一条にしか描けない絵、僕は好きだな。ここでよければまた来いよ。いいの？ああ。
でもあと2ヶ月な。転校するんだ。そうなの？別居中の親がやっと離婚して、父さんにも母さんにもそれぞれ家族がいるから、この家が余ったってわけ。そうだったんだ。転校するまでに書き終わりたいけど、楽しいから終わらせたくないし、終わりなんて来なきゃいいのに。一条も2ヶ月でやりたいこと見つけろよ。見つかるかな。見つかる。それから私は塾の前に橋場くんの部屋に行くようになり、知らぬ間にこう、ゆきと呼び合うようになった。こうが描くうちを見ていると、私もやりたいことが見つかる気がした。こうが転校するまでに。気づけばコンビニから足が遠のいていた。はい。ありがとう。いただきます。どうぞ。おいしい。出れば。ごめん。もしもし。あれ、京介くん？なんで？え？はるくんが？ゆきちゃん、久しぶり。はるくんは今検査中、まだ意識戻らなくて。そっか。ごめんね、いきなり電話しちゃって。ううん、はるからゆきちゃんのこと聞いててさ。っていうか、あんたもハルのこと好きなの？え、何口ごもってんのよ。ナナ、ユキちゃんはここの病院長の娘さんで、え、特別に配慮してくれたんだよ。あ、そうなんだ。ありがとうございます。ハル、大丈夫だよな？担当の先生にお願いしておくね。何かあったらすぐに連絡するから。本当にありがとう。ううん、何かあったらいつでも言って。ありがとう。
こんな時も嫉妬するなんて。自分が嫌になる。どうして東高の子たちを知ってるわけ？柄が悪くてパパもママもびっくりしたわ。ママ、春川君のお父様知ってるのよ。たくさんお店を経営されてて、まあ春川君ならゆきちゃんのお友達にふさわしいかもしれないけど、でも服装はだらしないし、あれじゃお父様も苦労するわね。もうあんな子たちと付き合うのやめなさい。分かってないね。え？ママは何も分かってない。ユキ、大丈夫だった？友達が意識不明で倒れてうちの病院に運ばれたの。そっか、大変だったな。おいで。あそこ空いてるでしょ。北極星でしょ。どうして書かないの？書く気がしなくなったんだ。どうして？やっぱり5は普通じゃないね。大体の人は北極星から書くでしょ。北極星って数千年単位で違う星に変わるって知ってる？みんなが道しるべにしてる北極星だっていつかは変わるんだ。僕も変わりたい。どうして？今のままでいいじゃん。前はそう思ってた。自分は自分だって。でもユキと一緒にいるとそう思うんだ。ユキといると楽しくて
悲しいから。悲しい。悲しいっていうか、なんていうのかな。ユキは宇宙に似てるんだよ。どういう意味？全長が何万光年もある星を発見した時みたいな。もっとわかんないよ。とにかくユキは不思議なんだよ。私はこうが不思議で仕方ないけどね。そうか。うん。北極星の話してたらアイス食べたくなってきちゃった。やっぱり不思議だ。不思議だった。コウといると前向きになれる気がした。おいしい。うん、おいしい。よかった。どう？おいしい。なんか嫌なんだもん、ゆきって子。ナナのことも嫌って。違うの、あの子とは違う意味で嫌なの。そういうこと言うなよ。いい子ぶっちゃってさ。本当は京ちゃんのこと狙ってんだよ絶対。そんなわけ。気づいてるくせに。いいよ。心配しなくても、俺は世界一優香のこと好きだよ。知ってる。帰ろう。ゆきちゃん、いるならいるって言ってよ。聞こえてたんでしょ。ごめんなさい。ゆきちゃん謝ることないよ。ほら言うか。なんで。いい子ゆき。誰このイケメン君。彼氏いたんじゃん。彼氏じゃないよ、友達。そう、友達だよ。それに僕はイケメンなんて名前じゃない。褒めてんだからいいじゃん別に。じゃあ君は意地悪女だ。よろしく意地悪女。こう、ゆか意地悪なんかじゃないもん。いいから、ゆきちゃんに謝って。なんで京ちゃんまで。ごめん。君もごめんね、巻き込んじゃって。でもこいつこう見えても本当は優しい子なんだよ。泣くなんてずるい。頭いいからそうやって京ちゃんの前で私のこと意地悪女にするんでしょ。ゆうか。ごめんね。行くぞ。意味わかんない。あの子、カルシウム不足だな。小魚でもあげれば。ありがとう。もしもし、一条です。あ、ゆきちゃん。あ、先生。実は春川君の容体が急変して危険な状態なんだ。え、春の親父まだ来ねえのかよ。早く。ゆか。
るから。そうだよ、大丈夫だよ。いやな、大丈夫だよ。大丈夫だから。いやな。寝てないと。いろいろありがとな。俺は大丈夫だから。でもユキ、大好きなら絶対に諦めるな。約束だ。うん、俺も頑張るから。頑張ってくるから。だからお前も頑張れよ。うん、ハルくん、ハルくん、あ、何やってるの？星が降るのを待ってるんだ。ここに星が？ああ、ここで見るんだ。雪が来たからなんか降ってきそうな気がする。あ、私もさっきここで見えたような気がするの。ユキと僕は似てるから見えるに決まってる。本当に？僕はユキの星が見たい。私の星？そう、ユキにも僕にもみんなそれぞれ星があるんだ。じゃあ見つけたら一番にコウに教える。ああ、でもすぐに見つかるかな。あ、あれかな、いやこっちかな。
おう、いらっしゃい。あれ、どうしたの？私ね、京介くんのことが好き。ゆきちゃん、彼女いるの知ってる。でも そりゃゆきちゃんみたいな女の子に好きって言われたら嬉しいけど、ごめんね。俺にはゆかが。何やってんの？ゆか、最低だよ。違う、これには何かあって。違わない。キョウちゃんのこと横取りしようとするなんて、あんた最低。キョウちゃんの前に二度と現れないで。ユキは人のもの取るような子じゃないよ。僕のせいだろ。やっぱ彼氏なんじゃん。彼氏じゃないよ。じゃあ何？前も言ったろ、ただの友達だよ。
本当いろいろありがとな。ううん、元気そうでよかった。ごめんな、ご両親にも挨拶できなくて。いいの、気にしないで。あ、それより病院で話したこと覚えてる？ゆかといろいろあって来られなかったんだろ？覚えてないんだ、諦めるなって言ったこと。何それ？京介くん今日はいないんじゃん。ああ、急に来られなくなったやつがいて代わりに。私帰るね。え？え、ちょっと。二度と近づかないでって言ったよね。ちょっと来て。ゆかちゃん、ゆかちゃん連れてきた。こいつだよ、京ちゃんにつきまとってるストーカー。こいつか。おい、なんか言えよこれ。どうしたの？おい、ごめんなさい。あ、ごめんなさいじゃねえんだよこれ。聞こえねえな。ごめんなさい。やめろよ。こう、帰ろう。こいつだよ、ゆかの悪口言ったやつ。待てよお前。おら、あんたらクズだな。じゃあどう？お前、女一人に男三人かよ。何こいつ、てめえ何カッコつけてんで。アウトでしょ。大丈夫だから。オッケー、ユキ。あ、何が大丈夫だ。おい、こらけんじゃねえ。うれっ、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 ちょっとやりすぎだよ。いったん引っ込んでろ。おい、うれっ、うれっ。おいつマジ、おい、おめえがクズなんだよ。ゆかが言ったんだからな。行こうぜ。ああ、今から手術をします。え、開放骨折で骨が厄介な神経に触っているかもしれません。それってちゃんと治りますよね？元通りに戻りますよね？なんとも言えないですが、リハビリで日常生活に支障がない。それじゃダメなんです。絵とか細かい作業ができないとダメなんです。先生お願いします。お願いします。お願いします。医者になろうと思った。私にできることはこれぐらいしかないから。どうして美術部辞めたの？こう、ユキから星が消えたよ。
書こうよ。楽しいだろ、書いてる時って。でも私のせいで。ずっと言ってるよな、ユキのせいじゃないって。こんな怪我。ユキには好きなことしてほしいんだ、自由に、思うままに。ごめんなさい、こんなことになると思わなくて。って大丈夫ですか？ゆか本当バカだからごめんなさい、謝りに来たんです。本当すいませんでした。もう大丈夫だから。と思わなかったの。もういいよって。みんないなくなっちゃった。きょうちゃんも友達もみんないなくなっちゃった。すごいね、ありがとう。どうぞ、いただきます。いい香り。ゆかさ、ゆきちゃんの気持ちがすっごいよくわかるの。だから怖かったんだよね。生まれて初めてだったの、一目惚れ。だから不安で不安で。ほら、ゆきちゃんと私って正反対じゃん。嫉妬してたんだよね。私もだよ。私もゆかちゃんに嫉妬してた。いや、だってほら、可愛いし、おしゃれだし、髪型もそんな風に。これ？うん。簡単だよ、こんなの。すごい可愛い。やってあげよっか。ゆきちゃんもできるよ。はい。見
つ編みできる？うん、楽しくて。じゃあ悲しかった。編み込みはしたことがない。いつの日か。じゃあ教えてあげる。コウが言ってたみたいに。教えてほしい。ゆかちゃんのことが分かるほど京介くんとお似合いなのが分かるから、私が現れなければあんなことにもならなかった。だから、こっち。なんで？まだ京介くんのこと好きなんでしょ？京ちゃんはもうゆかのこと嫌いなんだよ。俺がいつゆかを嫌いなんて言った？だって俺ずっと考えてた、ゆかのこと受け止められるのかって。もう一度やり直そう。いいの？あ、やっぱり俺はゆかのことが世界一好きだ。ゆきちゃん、ありがとう。私ね、ユキ、北極星書こう。
手は平気なの？僕じゃない。ユキが書くんだ。無理だよ。こうみたいには。大丈夫。僕が見たかったのはこの星なんだよ、ユキの星。私の。言ったろ、ユキは綺麗な星を持ってるって。僕が最初に見つけたんだ。1年の時、美術部でユキを見て、綺麗な星を持ってるなって。全然気づいてなかったろ。私の星を見つけてくれた。なのにこうはさよならも言わずに転校していった。おかえり、ゆきちゃん。ママ嬉しいの。やっとゆきが本来のゆきちゃんに戻ってくれて。うん。勉強することで自分の気持ちをごまかすしかなかった。
どう？勉強はかどってる？まあね、ママはすごい喜んでる。でもなんか裏切ってる感じがして。いや勉強してるけどさ、明るためっていうか、なんていうか。いいんじゃない、それでも。ほんと真面目なんだから。ほんと真面目だよねまあそこがいいとこなんだけどね。あ、来た来た。ごめん、遅くなっちゃった。あ、ゆきちゃん。ゆなちゃん、はじめまして。ゆなです、よろしくね。お願いしますでもさ、なんでコウ君に電話しないの？もしかしてママに気遣ってるとかそういうわけじゃないけど。ねえ、コウ君ってイケメンなんでしょ？早くしないと誰かに取られちゃうよ。あ、またユカみたいな子が登場したりしてひどい。しかもいや実はね、何度もかけようと思ったんだけど、でも都合良すぎるかなと思って。もうユキは頭いいからぐちゃぐちゃ考えすぎなんだよ。好きなら行く。そうだよ、コウ君だって絶対待ってるって。絶対待ってる、待ってると思うよ。ユキちゃんなら絶対大丈夫だから、自信持ってね。うん。あ、なんか今のセリフ聞いたことあるんだけど。それさ、私が言うだけど、今の私はまだコウに会う自信がなくて。コウが見つけてくれた星が見えなくなってしまった。一緒に描いた星を見たら、一人でも見つけられるかな。ユキへ、これを読んでるということは何かあったんじゃないかな。ユキは何でも一人で抱え込んで悩むタイプだからね。でも今の僕にはユキのことがわからない。この絵を見る頃、僕はここにはいないから。ユキのそばにいたかった。ユキの絵はずっと前から描いてたんだ。そう、1年の頃から。僕はずっとユキの笑顔が見たかった。
だからこの部屋でユキがたくさん笑ってくれたことたまらなく嬉しかった。ユキの笑顔をいつまでも見たいと思った。毎日眺めていたいと思った。僕はユキの笑顔が大好きだ。ユキ、もし僕が必要なら会いにおいで。言葉も荷物も何もいらない。ただ会いに来ればいい。ユキに会いたい。いつだって僕はユキに会いたい。まあ何それ。あ、実は私も紹介した人がいる。え、元気？お彼氏のコウです。どうも。あ、同じ学部。同じ学部っていうかよく学食で会いま…あ、いつもあの B ランチ頼んでますよね。あ、違う、 A ランチ。A ランチか、人違い。コウくんね、ユキには自由にしてほしいからって自分会社目指すんだって。遅くっていいよ、もういいじゃん、コウくらい。ユウナ、おしゃべりなんだって。おしゃべりじゃないよ、それコウくんって。私、コウのためなら何だってできるよ。本当に？うん。だって世界で一番コウが好きだから。僕も好きだ。ずっと一緒にいよう。